にぎわってるぞ。見に行ってみよう。あ、旅人にパイモン。雪山であんたたちに会えるなんて思わなかったよ。アンバーだったのか。それにサイリュス会長とパラドも。みんなで雪山に来てどうしたんだ。寒くないのか。お、旅人も加入するのか。そいつはいいな。人数が多ければ多いほどいい。そうだね、これで安心だ。旅人ならきっと頼れる仲間になる。あ、よく見たらみんな冒険者協会の人だ。一人偵察騎士も混じってるけど。ほっほっほ、俺から説明しよう。近頃我々冒険者協会は雪山で冬季特訓を開催しているんだ。君たちも知っての通り、メンバーの冒険経験は皆それぞれ違う。もし強くなるために一人で雪山に入ってしまってはとても危険だ。そのため先輩たちに後輩を率いてもらうことにした。つまりプロにルーキーの面倒を見てもらうんだ。みんなで一緒に雪山に入り、守られた環境で訓練をする。そうすれば冒険者たちも共に進歩できるだろう。これは俺が半年もかけて練った壮大な計画なんだ。すごいだろう。君も優秀な冒険者としてもちろん我々に加入し力を貸してくれるな。もしかして冒険者協会にいる先輩の人手が足りないのか。それだけじゃないんだ。私が偵察で雪山の教会を通りかかった時、ジョエルっていう子供が道に迷ってるのを見かけたの。その子はずっとこの拠点に住んでるって聞いたからここまで送ったんだ。ジョエルのお父さんは失踪した。そうでしょ。ジョエルの家族を思う気持ちは私もすごく理解できるの。雪山は人が少ないし、きっと孤独に感じてると思う。アンバー。うん、だからせめてジョエルの心を癒すためにもあの子の好きなことをしてあげたいと思って一緒に雪だるまを作ることにしたの。そのついでにここにも少し立ち寄ってサイリウスさんを手伝ってるんだ。う、本当？ありがとう。じゃあ今からジョエルのところに行こう。実はもう一人友達を呼んでるんだ。そろそろ時間だし、彼女も今回のイベントにぴったりな人物だと思うの。サイリウスさん、私たちは先に行ってるね。ああ、問題ない。こっちはまだ確認作業が必要だ。出発する時になったら君たちに声をかける。ここの状況は思ったより厄介だな。早くここに来てスープを飲め。ジョエル、来たよ。こんにちは。こんなに多くの人が集まるなんて嬉しいな。騎士のお姉さんも雪だるまを作りに来たの？雪だるま？あ、ごめん、まだ紹介してなかったね。この人は波花騎士のエウルア、セピロス騎士団遊撃小隊の隊長で。アンバ、その紹介はフォーマルすぎるんじゃない？それじゃ覚えられないわ。ロク、私のことはエウルアでいいわよ。うん、エウルアお姉ちゃん、僕のことはジョエルって呼んでね。エウルアお姉ちゃん。やばい、エウルアが子供にも恨みを。まあいいわ、そう呼びたいのなら勝手にしなさい。え、いいのかよ。ところでアンバー、雪だるまってどういうこと？私は君が冒険者協会の人手が足りないって言っていたから手伝いに来たんだけど。それはまた別のことだよ。ほら、
ジョエルの年頃だと目いっぱい遊びたいはずでしょ。でも雪山にはおもちゃも何もないからさ。昔はジョエルのお父さんが雪だるまを一緒に作ってあげたみたいなんだけど、今はお父さんがそばにいないの。だから私たちが一緒にいてあげようよ。それにエウルアだって一人で雪山の冷水風呂に浸かったりしてるし暇でしょ。みんなで一緒に大きな雪だるまを作るなんてきっとすごく面白いよ。そうだぞ、オイラも頑張るぜ。エウルアお姉ちゃんは他にやることがあるの？大丈夫だよ、もし他に。いえ、そうじゃないわ。私はただ他の考え事をしていたの。雪だるま作りももちろん問題ないわよ。じゃあ早速手分けして素材を探そう。私はジョエルとペアになるから、エウルアはあんたに任せるね。ジョエル、あっちにとっても大きな木があるのは知ってる？あれをゴールにしてどっちが先にたどり着けるか競争しようよ。あ、はい、いいよ。どう？二人ともすごい速さで走ってたぞ。あれじゃあどっちが遊びを楽しんでるんだかわからないな。お前たち、なんでお互いを見ながら黙り込んでるんだ？ジョエル、多分モンド城で生活をしたことがないんだと思うわ。あの子は私のことを知らなかった。ローレンス家がモンド人にとって何を意味するかさえも理解していなかったみたいね。そうだな、親しみを込めてお前のことをエウルアお姉ちゃんって呼んでたし。確かにそうね。あの子の目には私はごく普通のモンド人として映っている。少し意外だったわ。でもこの感覚は嫌いじゃない。ふん、鋭いじゃない。みんなが会話していた時、まさかずっと私の表情を見ていたの？この恨み覚えておくわ。実は自分が雪だるまをうまく作れるか少し心配なの。私は今まで一度たりとも雪だるまを作ったことがない。家の教えが厳しかったから小さい頃はそんな機会もなかったのよ。大きくなった今では余計にその機会も減ったしね。どうしよう、オイラエウルアがすごくかわいそうに思えてきたぞ。本当に自信があるよね。いいわ、それじゃあ雑談もここまでにしておきましょう。向こうから冒険者協会のメンバーが来たわよ。二人とも少し厄介な状況になった。確認したところ参加人数が奇数であることが分かった。そして今最後の参加枠は教官枠の一つしか残ってない。それと人手不足の件なんだが、実はもともとフィッシルを教官として招こうとしてたんだ。しかしあいにく彼女は城内にいなくてな。他の冒険者に代わりに来てもらうしかなかったんだが、その冒険者もまだ来ていない。君たちがいてくれて本当に助かったよ。はあ。こんにちは、ジェラードと申します。新人冒険者です。それじゃ、いいわ、この恨みは覚えておくけど。え、恨み？わかりました、勉強させていただきます。よし、ではそうしよう。手伝ってくれて本当に感謝する。エウルアさん、もし後からさらにメンバーが増えるようだったら、その時は君にお願いする。どうして参加枠をエウルアにあげたんだ？そういうことだったのか。お前っていいやつだな。エウルアもさっき笑ってたし、きっとお前の考えが伝わったんだな。よく考えると普通の人が雪山みたいな寒い環境で行動するのは難しいことだろう。でもその点エウルアはこの環境に一番適した教官だと思うぜ。あ、オイラ分かったぞ。アンバーもきっと同じように
エウラをこのイベントに呼んだのか。素材を探すと言ってもエウルアは行っちゃったし、オイラはあんまり探し回りたくないぞ。アンバーがどうなったかも気になるし、山を登って確かめてみよう。ここを目指して走ってたよな。誰もいないぞ。もしかしてオイラたちが来るのが遅かったからもう他のところに行っちゃったのか。あいつら危険な目に遭ってないよな。早く追いかけよう。の追跡技術ってこれまでの旅で相当鍛え上げられてきたはずだろう。なのに見失うなんて。もしかして向こうはオイラたちの想像よりも手強いやつなのか。それって一体どんなやつなんだ。その声は、うん、どうして雪山に。だったとはどういう意味だい。さっきここまで来るときにずっと視線を感じてて音が聞こえてたんだ。まるで周りに誰かいるような。でもまさかお前がここにいたなんてな。あの雰囲気、おいら背筋がゾワゾワしたぞ。まったく、あんな不気味なこともうするなよな。雪山で感じる視線塔とは、動物や盗賊によるものの可能性がある。ここでは警戒を怠ってはならない。さもなければ予想だにしない損失に遭うこともあるからね。二人は雪山に何か用があったのかい。実は最初はお前のことを探してたんだけど、その後アンバーを探すことになって、結局お前と先に会って。し
考と言語能力が混乱しているようだ。お前つまりお前を探しに来たってことだ。おや、そうなのかい。ならきっと重要なことだろう。きちんと話を聞こう。なんか機嫌悪くなさそうだな。もしかしてキマイオスがバカだったことを怒ってないのか。知らなかったふりをしておこう。言えないようなことでも別に構わない。雪山に散策しに来て風景を見たかったということにしておけばいい。にひひ。それじゃあ本題に入るか。実はオイラたち冒険者としての責務を全うしてる最中なんだ。なるほど。つまり君たちはその新人をエウルアに預け、自分たちはサボりに来たと。サボりじゃなくて譲ったって言えよ。それよりもお前は雪山に何しに来たんだ。先日ある友人から依頼された絵がまだできていなくてね。インスピレーションを探すためにここに来たんだ。ついでに原材料を集めることもできる。何の原材料だ。絵の具だよ。青銀鉱からは高級な銀色の絵の具が作れる。僕の自作した絵の具が使い終わってしまったから、ここへその鉱石を取りに来たのさ。鉱石も絵の具にできるのか。ああ、でも採掘するときに注意が必要だ。不純物が多く含まれている青銀鉱は一見すると銀色の微粒子が含まれているように見えるが、光沢が悪く完成した絵の具の炎色性も低い。こういった絵の具は一般的に偽物や粗悪品に分類される。そうなのか。絵の具以外にも何かインスピレーションを探す方法を教えてくれよ。オイラも学んでみたいぜ。君も絵を。いや、オイラじゃなくてこいつに学んでもらうんだ。オイラたちあっちこっちを旅してるから時々何もすることがない暇な夜があるんだ。そんな時何か思い出に残るようなことができたらなって思って。絵を描くのっていいことだよな。一瞬の時をとどめることができる。絵を学ぶのって絶対にいいことだとオイラは思うぞ。そうだぞ、いいじゃないか。オイラの絵を描けるようになるんだぞ。考え方は悪くない。二人とも絵について学びたいのなら僕と一緒に拠点に来てくれ。そこには画材もあって説明しながら練習ができる。いいぞ。アンバーはセピロス騎士だしきっと大丈夫だって。オイラたちがわざわざ心配しなくてもいいだろう。まずは行こうぜ。外は寒いし早く拠点に行って焚き火に当たろう。だっただ難攻不落。補助力をきっと泥棒だ。
ここにあったものが少し減っている。価値のあるものか。価値を測るのは難しいが、なくなったのは僕の錬金術ノートだ。錬金術ノートって高値で売れるのか。素人にとってはただの紙くずに過ぎないだろう。だがその道に通ずる者からすれば、そこに記録されている知識は宝にも勝る貴重なものだ。つまり錬金術の分かるやつが盗んだのか。でもここは雪山だぞ。冒険者と盗賊と魔物しかいない。誰が錬金術ノートを必要とするんだ。僕も同感だよ。しかし雪山では実際にヒルチャールが侵入してここを荒らすといった問題が発生したことがある。今ある手がかりだけで結論を下すのは難しいだろう。これは足跡？まだ新しい足跡だ。どうやら犯人はそう遠くへは行っていないらしい。追いかけようぜ。泥棒を逃がすな。足跡は入り口からあっちへ向かったようだ。泥棒め。続いている。崖を登ったのか。じゃあオイラたちも行こう。イエイユイヤーフイ。裁きの雷鎚ピカッセッツ。だからこそ急がなくては。あれ、足跡がここで途絶えてる。
どうやら崖を飛び降りたらしい。風の翼の用意を。僕たちも飛び降りよう。足跡はここだ。洞窟の中に入ったのか。この泥棒め、ずいぶんと走れるやつみたいだな。逃がさないぞ。オイラたちも行こう。待て、僕に案がある。旅人、君は洞窟の入り口に残って見張っていてくれ。入るのは僕だけでいい。この洞窟には入り口が2つある。それに内部には近道も存在する。足跡、挟み撃ちだな。いい方法だぜ。先に犯人に遭遇した方がもう一方に知らせる。そうすれば万に一つも失敗はないだろう。だが僕たちは犯人の正体を知らない。何があっても安全を第一に、自分たちの身を守るようにしよう。オイラたちなら問題ないさ。ではまた後で。ああ。アルベド遅いな。そうか。でもオイラ待つのが苦手なんだ。暇だな。この時間を使って何かやれることはないか。例えば、あ、さっきあそこに聖銀鉱があるのを見たから、アルベドのために鉱石を採掘しておこうぜ。どうせすぐそこだし、あんま離れてないから、洞窟で何かあってもすぐに戻ってこれるだろ。それじゃあ早速始めようぜ。この聖銀鉱はなんだか暗いな。不純物が多いからか。うん、これは悪くないな。よし、これで足りるだろう。だけど同じ聖銀鉱でも光沢に大きな違いがあるんだな。あれ、アルベド帰ってきてたのか。ああ、すまない、追いつけなかった。相手の速度が想像よりも速かったようだ。そっか、結局相手が誰なのかも分からずじまいか。こんな遠くまで無駄に走っちゃったな。でも収穫が何もなかったってわけじゃないぜ。さっき鉱石を採掘してたんだ。鉱石の採掘？聖銀鉱だ。ほら、たくさん取れたんだぜ。お前の言ってた通り、光沢の高いものもあれば、ちょっとだけしか光ってない石ころみたいなのもあったぞ。聖銀鉱。僕がさりげなく言っただけなのに、まさか本当に掘りに行くとはね。お前がこの鉱石を絵の具にできるって言ったから気になって探しに行ったんじゃないか。そういえば、あの泥棒がいなかったら、オイラたち今頃絵の具を作ってたんだろうな。それか絵を描いてるか。とにかくそいつのせいでみんなの時間が無駄になったぞ。そうだね、全てそのもののせいだ。ノートはとても重要なものだ。僕はまだ諦めたくない。歩きながら探してみよう。そうだ、さっき採掘した鉱石は全部持って帰るのか。ここで選別していらないものを捨てようぜ。ほら、質の悪い石だと微妙な絵の具しか作れないから、持って帰っても意味ないだろ。それに光沢が悪いことはオイラにもわかる。全く役に立たないと思うぞ。ふん、確かにその必要はある。人間は現実的な生き物だ。良いもののみを好む。彼らは良いものと悪いものの区別がつくようになった途端、常に心の中で比較を始める。
いらないものは初めから残すべきではない。そうだろ、時間も節約できるし効率第一だ。それじゃまずは石を。助けて、助けてくれ。待った、今何か聞こえなかったか。なんか助けを求める声が。冒険者がピンチなのかも。おう、また面倒をかけて。檻の鍵は近くにあるはずだ。悪いが探してきてくれ。してるぞ。鍵はないんじゃないか。気をつけろ、誰か来る。剣の盤石、裁きの雷槌、騒乱の遺骨、火力全開。木々の間から石の入った雪の塊が落ちてきたな。それが当たって頭がクラクラしてたんだ。それさえなければあんなファデュイの罠にかかることもなかったのに。少し聞いただけでいろいろあったってことがわかるぜ。なんてことない、俺の運が悪いだけだ。あ、ついでに片付けただけだからそんなに感謝しなくてもいいぜ。そうなのか。お前らって本当にいいやつだな。まあファデューのやつらも命令されてやってるだけだと思うけど、いずれにせよ俺の鬱憤を晴らしてくれてありがとな。ところでお前は雪山に何しに来たんだ。レザーは一緒じゃないのか。聞いてないのか。冒険者協会は今ここでウィンターキャンプを開いてるんだ。俺はベテラン冒険者として新人の面倒を見に来たのさ。レザーは冒険者じゃないし、俺もベニー冒険団の団長兼唯一のメンバーだから一人で来るしかなくてな。でもこんな長い間足止めされてたからもう約束の時間は過ぎてる。サイリュスさんが怒ってないといいんだが。え、まさかあのジェラードっていう冒険者はもともとお前のペアだったのか。もしそうだったら確かに一足遅かったな。あの新人ならもう他の教官と組んだぞ。なんだって、教官は人手不足なんじゃないのか。どうして他に教官が。セピロス騎士団の騎士がサポートしてくれることになって教官の人数も生徒より多くなったんだ。セピロス騎士だったのか。だったら運の悪い俺よりよっぽど頼りになるな。そうだぞ、それにオイラたちが言ったのは今の状況だ。もしかしたら他の地域から
新人冒険者がこのイベントに参加するかもしれないだろ。それにお前もこんな大変な思いをして教官を務めに来たんだ。サイリウス会長もお前を追い返すことはしないと思うぜ。本当か？本当だ。あれ、ちょっと待てよ。アルベドはどこだ？アルベド？セピロス騎士団の錬金術師アルベドか？彼も教官を務めに来たのか？いや、アルベドはたまたま雪山にいただけだ。さっきまで一緒にいたんだけど、いつの間にかいなくなっちゃったな。もしかして戻って手がかりを探しに行ったのか？洞窟の方に戻ってアルベドと合流しよう。ここに戻るまでもアルベドはいなかったな。おかしいな、どこに行ったんだ？なんだか雪山が賑やかだ。こんなに人が多いことなんてめったにない。オイラたち、さっきここを通った時にベネットの助けを呼ぶ声が聞こえたんだよな。その声を聞いてすぐに助けに行って、そしたらアルベドがいなくなってた。あ、まさかアルベドはベネットを見殺しにしようとしたのか？え？何を話しているんだい？アルベド、どこ行ってたんだよ。探したぞ。それは僕のセリフだよ。君たちには入り口で待つよう言ったはずだが。え？待つとか探すとか、もう俺こんがらがってきたぜ。あ、そうだ、まずは挨拶しないと。悪いな、アルベド。何のことかさっぱりだが、どうやら俺はお前たちに迷惑をかけしまったらしい。いや、それは違うよ。ベネット、君の問題じゃない。気にする必要はない。旅人、確認したいんだが、どうしてさっき入り口を離れたんだい？まさか。見つけたわよ。動かないで。私の質問に答えなさい。僕？あれ、エウルは？新人の面倒を見てたんじゃないのか？ふん、悪巧みをする者の邪魔がなければ確かにそれを続けていたわ。アルベド、さっき君がジョエルを連れて雪山の無人地帯へ向かうのを見たわ。あそこには魔物が多くいる。一体何をするつもり？ふん。おいおい、何が起きてるんだ？じゃなくて、もうどれくらいのことが起きてるんだ？君がジョエルを連れ去ることを私が阻止しようとしたとき、君はジョエルを放り出して私に攻撃した。私が反撃すると、君は素早くその場を逃げた。自分の行動について弁明する気はあるかしら？なるほど。実に面白い。面白いですって？エウルア、君は僕のなりすましに遭遇したのかもしれない。なりすまし？目的は何？今はまだ判断できない。だけど奇妙な現象には必ずつながりがある。錬金術ノートが盗まれた？しかも旅人とパイモンが君が洞窟に入るまで一緒にいたことを証言できると？おう、オイラたちが証言するぞ。現段階において僕がそのジョエルという少年に危害を加える理由はない。君が目撃した人物は僕のノートを盗み僕になりすましているものである可能性が高い。もちろん君が僕の言ったことを信じないのも至って正常なことだ。旅人とパイモンとは犯人を追いかけていた時にしばらく離れ離れになっていた。その期間の潔白を証明することはできない。しかし
拠点が荒らされノートが盗まれたこの2つの出来事については旅人とパイモンが証明してくれるはずだ。アルベド、誰かお前のことを仇だと思ってる奴はいないのか？そいつが復讐のためにやったとか。僕のことを仇だと思うような人はいない。誰かの恨みを買うようなこともしたことはない。現時点での手がかりでは結論を導き出すには不十分だ。深刻な事態にある今、君たちに言われずとも僕は調査を始める気だ。エウルア、君が僕を信じられないのならそのまま僕のことを疑ってくれて構わない。だが少なくとも同じセピロス騎士であり同僚である僕との縁を忘れないでくれると助かる。それから旅人、パイモン、ベネット、君たちが良ければ証人として僕のこれからの行動を観察してくれると助かる。もし向こうの標的が僕なら遅かれ早かれ僕のところに来るはずだ。その時が来れば状況も進展するだろう。はあ、とりあえずその言い分は認めるわ。ありえないようなことだけどジョエルを襲ったのが君のなりすましだということを信じる。私がジョエルをしっかり守るわ。もし調査の手伝いが必要なら私とアンバーに連絡してちょうだい。ありがとう。どういたしまして。アンバーの方にも私から。エウルア、エウルア、どこに行ってたの？アンバー、ここよ。エウルア、旅人とパイモン、それにアルベドとベネットも。よかった、みんな一緒だったんだね。エウルアを探してたんだけど、まさかベネットもここにいるなんて。サイリュスさんが言ってたよ、ずっと来ないからきっと何かトラブルに遭ってるんじゃないかって。確かにトラブルに巻き込まれてた。ありがとな。うん、じゃあ後で私とサイリュスさんのところに行こう。ところでこんな大勢でどうしたの？何かあった？手伝いはいる？探索の途中で発生した小さなトラブルよ。もうすべて解決したわ。そうなんだよ。俺の運が悪いせいでちょっとな。でも今はもう平気だ。そうなんだ、解決したならよかった。一緒に山を降りよう。ベネットをサイリスさんのところに連れて行かなきゃ。ああ、いつでも出発できるぜ。え、行きましょう。三人とも行っちゃったな。旅人、場所を変えて話そう。君に伝えたいことがある。それじゃあ僕の拠点まで来てくれ。拠点へ戻れば安心して話ができる。だがその前に。うわ、めちゃくちゃだな。助かる、感謝するよ。最近は研究に没頭してしまい埃も溜まっていた。ありがとう、旅人。片付けも終わったし、そろそろ本題に戻ろう。真剣な表情になったな。さっきの件の説明でもするのか？僕は言ったはずだ。もし君に知りたいことがあれば、僕に聞けば全て答えると。
だけど僕は君を騙すことはしないとも言った。だからこそ今までずっとそういう状況を避けてきた。僕はホムンクルス、つまり人造人間だ。僕を想像したのは僕の母であり師匠でもあるカーン・ルイアの学者、黄金レイントット。人造人間？どうやったら人が想像できるんだよ。思考なる錬金術と無常なる知識の融合、その究極こそ人の想像だ。でもカーン・ルイアってまさか。僕は確かに見た目よりも少し年長だが、僕が生まれた時カーン・ルイアはすでに滅びていた。そこに関する記憶はない。師匠は僕を育てると同時に僕に知識を授けた。僕は彼女と同じく純粋な錬金術師であり、学術と知識のために生きている。国や身分が僕たちの全てではない。旅人、君はこれまで幾度も雪山を訪れたが、ここについてどう思う？ここが寒くて陰湿で悲しい場所だと思うかい？レインドットが想像した二大奇跡、一つが僕で、もう一つがここで死したマリュー・ドゥリン。ドゥリン？それじゃあお前たち兄弟だったってことか？同じくレインドットの子として、ドゥリンと僕は確かに切っても切れない関係にある。もしこの人間の道徳を逸脱した現象を誕生と呼ぶ資格があるのなら、僕たちは確かに親族と言えよう。ドゥリンと言ったら確か特殊な力を持ってたはずだ。ああ、だからこそ雪山で事件が起きるとそれについて深く考えてしまう。例えば君たちの感じた視線と耳にした音、そしてエウルアが遭遇したあの僕。あ、あれだよな。オイラがさっき言わなかったのは、こいつがオイラに何も言うなっていう視線を送ってきたからなんだ。エウルアたちもいたし、お前への疑いがより強くならないようにするために。オイラたちが遭遇した状況だと、お前は洞窟に入ってからすぐに出てきて犯人を捕まえられなかったって言ってきたんだ。その時にオイラたちはベネットの叫び声を聞いて助けに行ったんだけど、お前は来なかった。洞窟の入り口に戻った時、逆にお前がオイラたちを探してたんだ。どうやらそれが僕のなりすましのようだ。もしなりすましだったら、うり二つだったぞ。全く偽物だってわからなかった。それにオイラたちと別れた後、なんでジョエルを襲ったんだ？もしかするとドゥリンの力は人を狂わせるのかもしれない。ざっくりとした推測だけどね。僕のなりすましをしているもの、もしくは僕の偽物、これは呪いのような話だ。君たちに背負わせるわけにはいかない。だから旅人、何も用事がないのならモンド城へ戻るといい。僕はこれから忙しくなる。君たちをもてなすことはできないだろう。そうだぞ、オイラたちも雪山のベテランだ。万が一何かあってもお前を一人山に残すわけにはいかないだろ。そんなのはダメだ。それにお前もさっきの話を他のモンド人に話せないだろ。スクロースとティマイオスもお前の秘密をまだ知らないし。そうだぞ、こんな時くらいよそよそしくするなって。わかった、では頼む。確か君たちはウィンターキャンプに参加していたね。それを理由に雪山で活動できる、確かに悪くはない。それじゃあ君たちは通常通り冒険者協会の主催するイベントに参加し、ついでに
僕のために手がかりを聞いてきてくれ。もし誰かが僕を見た、もしくは僕に似たものを目撃していたら、オイラたちが情報を記録してお前に伝える。そうだな。ああ、これで決まりだ。よし、じゃあ手分けして情報を集めて、何日か後にまたこの拠点で会おうぜ。問題ない。そうだ、どんなことに遭遇しても身の安全に注意するように、自身の安否を最優先にしてくれ。アルメド、オイラたちだぞ。旅人パイモン、君たち二人の表情からして収穫はなかったようだね。雪山のいろんな場所を調べたり気にかけてみたりしたんだけど、お前に似たやつはいなかったぞ。それにお前を見たっていう話も聞かなかったな。ふん、驚くことじゃない。僕の方もあまり進展がなかった。向こうは僕たちの調査に気づき、大きな行動を取らないようにしている。しかし全く収穫がなかったわけじゃない。山の上の方で足跡を見つけた。一部は雪に覆われていたが、僕と似たような体型の人物が残したものだ。足跡の数は少ない。これから雪山で活動している冒険者を一人ずつ除外していかなくては。冒険者と話をするならオイラたちが手伝うぞ。早速今から。うわぁ、何の音だ。あっちの方からだ。まさかあの偽物が現れたのか。お、行こう。私たちここを何日もぐるぐるしてるんだ。しかもさっきパラドに会ったんだ。あのうっかりパラド知ってるだろ。あいつ自分の運が悪いって言ってたから冒険者のサバイバル術を教えてやったんだけど、イベント参加のためにすぐに去っていったわ。お前たちもしかしてあれからずっとふもとの拠点にたどり着けてないのか。見ての通り、土砂崩れや落雪、斜面からの転落とか、たかだかそれくらいのことさ。人生の1ページに刻めるほどの経験だね。とにかく確かにまだ拠点にはたどり着けていないの。ここ数日本当についていないわ。なんだか不思議な力が私たちを邪魔しているような感じね。幸いジェラードには基礎的な体力トレーニングをやらせるため、事前に彼を安全なエリアに送っておいたからよかったものの。ごめん、全部俺のせいだ。俺は運が悪くてそばにいるみんなにも伝染しちまうんだ。余計なトラブルや面倒をかけて本当にすまない。はぁ、なんて言えばいいかわからないが、これが運命の力ってやつなのかもな。しかもた、ああ確かに。そうだぞ、お前のそれはもうとっくに慣れてるんだ。それにオイラたちも運がいいってわけじゃない。そうか、お前たちの方が俺よりよっぽど運がいいと思うけどな。なら、こうしよう。
オイラの運気を少しお前に分けてやる。私のも分けてあげる。まあここ数日は私もあまり運が良くなかったけどね。みんなよし、みんなの運気があればきっと下山できる。うん、きっと大丈夫。宝探しのカラスマークで確かめてみよう。よし、裏目、俺の考えと真逆だ。それって運勢も占えるのか？なんで外れたのに喜んでるんだよ。表と裏があって半々の確率で当たりと外れがある。運気の本質は確率だ。つまり不幸な部分を使い果たせば残りの部分は全部運がいいってことになるだろ。例えばカラスマークの表裏を当てるのに失敗したってことは不幸を消耗したってことだ。そうすれば後に起こる物事はいいことになる確率が上がる。もうい、こいつの言ってることデタラメだよな。ちゃんと突っ込めよ。みんな、さっきカラスマークの表裏を外したから今度こそ無事拠点に戻れると思うぜ。まさか。試してみよう。この道で間違いないんだな。お尻が痛い。なんでこんなところに砕けた氷があるんだよ。実に不思議だ。まるで不幸の奇跡。私普段こういうのは信じないけれど、ベネットは本当にすごいわね。アンバー、もし今後ベネットと組むような仕事をするとき、こんな状況にあっても軽率に動かないで私の支援を待ちなさい。わかった。そう言われると確かにちょっと疲れたかな。山道って歩くだけでも体力を消耗するんだよね。みんな疲れているのなら僕の拠点で休むといい。オイラも眠いぞ。あったかいスープを飲んでぐっすり眠りたい。急に眠くなってきた。このままだとアンバーが雪の上で寝てしまうわ。みんな急いで、下山する前にアルベドの拠点で少し休みましょう。ここだ。自由に座るといい。ふん、拠点に人数分の椅子がないことを忘れていた。少し待っててくれ。何してるんだ？絵を描いてるのか？お絵描きだ。椅子を描いているわ。待って、まさか描いた後に錬金術で実物にできるの？そんなことが可能なわけ？僕の絵は一種の設計図とみなすことができる。錬金術を使えば製造過程を省けるし、とても簡単な技術さ。数々の研究と実験をすればこの技術を駆使して生物の創造をすることさえできる。椅子が作れるんなら背もたれ付きのやつをリクエストしてもいいか？問題ない。背もたれ付きの椅子が欲しいのは何人だい？俺。私も背もたれ付きの椅子でお願い。じゃあオイラも。だとしてもお前と長椅子を取り合いっこするよりマシだろ。ふん。マジかよ、本当に椅子を作り出した。すごく便利だな。ここに住みたいくらいだ。その必要があるのなら今晩ここに泊まってくれても構わない。夕食にはまだ時間がある。みんな少し休むといい。僕はかまどの火を見てくる。アルベドにばかり任せちゃ悪いよ。私も手伝う。ううん、手伝わせて。もう少し待っていてくれ。夕食にはまだ準備が必要だ。
もうほとんどできているよ。旅人、焚き木に火をつけた後、みんなを呼んできてくれ。もう少し待っていてくれ。夕食に。まさか君がそんなに絵の具に興味があったとはね。昔、雪の花びらの質感を再現するために霧氷花を粉状にして白の絵の具に混ぜたことがある。とても満足のいく効果を得られたが、保管には注意が必要だ。もし試してみたいのなら僕が付き合うよ。たとえ僕であっても雪山にある脅威を全て把握しているわけじゃない。だが僕は君を守るために全力を尽くす。僕を信じてほしい。ふん、何も問題ないと答えたいが、君は僕の大切な友人だ。誠実に向き合うべき相手でもある。近頃僕はある問題を考えている。例えば生命や創造についてだ。しかし基本的な結論を出す前に君との議論を急ぐことは君に迷惑をかけてしまうと僕は思う。だから自分の中で整理がついてから君に話そう。悪いが理解してくれると助かる。心配はいらない。こうしてみんなで談話する機会は僕にとっても貴重なものなんだ。僕が会話に深く参加しない理由は個人的な習慣に過ぎない。正確に言うと僕はこの雰囲気を楽しんでいる。君が分かってくれればそれでいい。もちろん君が僕ともっと話がしたいのならそれも構わないが。この拠点は名目上僕が利用しているところだが、かしこまらず気軽にくつろいでくれ。よし、できた。これでほとんど完成したな。みんな、晩ご飯だぞ。モンド城で人気のメニューを数品作った。鹿狩りとは比べ物にならないが、空腹を満たすには十分だろう。遠慮せずに食べるといい。ふわ、いい香りだ。じゃあ遠慮なく。待って、その野菜炒め私にもちょっと残してって話を聞きなさい。うまかった。お腹いっぱいだぜ。アルベドってほんと謙虚だよな。どれもレストランに引けを取らない出来だったぞ。錬金術師って料理もうまいのか。そうなのかもしれないわね。だよな、オイラもそう思ってたんだ。ほら、フラスコを持つ時の手ってすごく安定してるだろ。だから料理の時も塩とか胡椒のさじ加減が絶妙なんだと思うぜ。なるほど、確かに筋が通ってるね。腹いっぱいになったら眠くなってきたぜ。ベネット、座ったまま寝ちゃったの？きっと疲れてたんだね。眠っている時の姿勢も警戒を解いていない。やるわね。ぐっすり眠ってるな。寝言とか言ったりするのかな。うーん、親父、リンゴはいらねえって。俺は人参とお肉のハニーソテー、それと漁師トーストが食いたいんだ。人参とお肉のハニーソテー。アンバ、君の好きな料理だったわよね。そうだよ、私は鹿狩りの人参とお肉のハニーソテーが大好きなの。旅人、知ってた？
私ね、エウルアと初めて会ったばかりの頃、いつもエウルアを鹿狩りに誘ってたの。そしたらサラさんがね、何も聞かなくても私たちの注文するメニューを作ってくれるようになったんだ。いつも同じものを注文するから全部覚えちゃったんだって。しかもサラさんたら、モンド城のみんなが私たちみたいな注文の仕方をしてくれたらいいのにって言ってた。そうすればみんなの好きなメニューを覚えるだけでいいから仕事が楽になるって。いつも一緒にご飯を食べてるのか、仲良しなんだな。オイラもいつもこいつとご飯を食べてるし、そういうのが友情の証なのかもな。ただ一緒に食事をするだけのことよ。感情的な問題の説明にはならないわ。一度きりではなく何度も一緒に食事したのだろう。ならそこにはやはり何かしらの感情があるんじゃないかな。オイラ分かったぞ。エウルアって何か認めたくないとき、顎を上げるか両手を腰に当てるよな。みんな気づいてたんだ。エウルアの癖ってやっぱり分かりやすかったんだね。もう休憩時間なら自由行動に移ってもいいわよね。それじゃあ私は氷の湖に行ってくるから、これで失礼するわ。こんなに遅くに冷水風呂に行くの？待てよ。君はもう寝るんじゃなかったの？ここに残って休みなさい。やっぱりエウルアに付き合うよ。もう夜も遅いし、あたりだって暗いでしょ。道を探すのだって私の方が上手いから、一緒に行った方がいいって。冷水風呂、すごいな。こんなに大きな焼き肉。親父、俺はいいって。俺はもう冒険団の団長なんだ。ベネットのやつ、寝言が多いな。よし、これでオイラたちも自由時間だ。二人とも、絵を描く時間だ。何を描くか決めたかい？聞かなくても、きっと最高の仲間であるオイラだろうな。うん。だが場所を変えた方がいい。ここに残っていると、ベネットを邪魔してしまうかもしれない。外に行こう。いいぞ。画板と画用紙、それから筆と絵の具、どれも忘れるなよ。それじゃ、ここで絵を描こう。オイラが優雅なポーズを取るから、それを参考にするといいぞ。おい、なんだよその顔。オイラを疑ってないで、早くオイラのいいところを絵に描けよ。オイラ、その絵を家に飾るつもりなんだぞ。やる気があるのはいいことだ。君の作品を期待しているよ。
まあいっか。とりあえず他の部分も書き終えよう。次は体だな。ほら早くお前の思うオイラを書いてくれ。なんか喜べそうにない作品になりそうだ。ちょっと緊張してきたぞ。どれどれ。うわ、なんだよこれ。お前もうなんて言ったらいいんだよ。線は滑らかで構図もプロ並みだけど、なんでオイラはそんなにバカっぽく描くんだよ。滑らか、プロ並み。それにこの目、目は普通なのに魂がこもってない。旅人、君は昔どこかで美術関連の教育を受けたことがあるのかい？え、じゃあ心の底からオイラをそんな風に描いたってことかよ。特別。オイラってお前の目にそんなに可愛く映ってたのか。それでもちょっと納得いかないけど、反論できない。なるほど。パイモンがこの絵を理想的だと思わないのなら、僕が少し修正してあげよう。旅人、君はどう思う？完成だ。パイモン、これでいいかい？これは完全に書き直されてる。こんなに美しいオイラ、本当にオイラなのか？芸術的加工は美術において重要な構成でもある。この言葉の意味は、君が絵と違うということではなく、君の異なるスタイルの美を表しているということなんだ。絵の土台となる根源は君だ。だからパイモン、安心してこの絵を受け取り、好きな場所に飾るといい。おはー、ありがとうアルベド。僕はただ些細な工夫をしたに過ぎない。礼なら旅人に言うといい。確かに書き直したと言っても過言ではないが。見れば見るほど好きになるぜ。これでオイラもついに自分の肖像画を手に入れたぞ。今度これを持ってみんなに自慢しようっと。いいんだ、今度機会があれば君の絵も描こう。記念に家の中に飾るといい。こんな大勢の人が僕の拠点に客人として来ることは滅多にない。賑やかで少しうるさいくらいだが嫌いじゃない。雪山ではこの賑やかさは本当に希少だからね。いや、おはよう。昨日は本当によく眠れた。あんたたちはしっかり休めた？普段通り悪くなかったわ。日中は日差しも明るいから山道も歩きやすくなる。今のうちに麓の拠点に戻ろう。よし行こう。早く着いたらみんなで昼ご飯が食べられるかもな。さっき拠点でまたカラスマークを投げたんだが外れだったぜ。悪い運気を消耗したから今日は無事に山を降りられるってことだね。おう、そういうことだ。今回はきっといけるさ。まずい、雪崩だ。避けろ。旅
よかった。私は腕にかすり傷を負っただけだから平気。平気よ。それよりもあの二人が見当たらないわ。おそらく雪崩に巻き込まれて崖の下まで落ちてしまったようね。落ちた？大丈夫かな。彼らの実力なら命に危険はないはずよ。でも、もし石や氷雪にぶつかってこんな寒いところで気絶してしまっていたら、一刻も早く助けに向かいましょう。行こう、今すぐ。おう。ベネット、お前か？みんな、俺はここだ。大丈夫か？怪我はないか？今確かめてみる。頭がクラクラするけど体は痛くない。怪我はしてないと思う。無事でよかった。本当に心配したよ。めまいがするのなら少し休憩した方がいいわ。平気平気、この程度のことにはいつも遭遇してるから大丈夫だ。ありがとな。そうだ、アルベドはお前たちと一緒じゃないのか？アルベドはお前と一緒に崖に落ちたはずなんだけど、まだ見つかってないんだ。ベネットが見つかったのならアルベドも近くにいるはず。あたりを探してみましょう。うん。裁きの雷。諦めなさい。逃げ道はありません。彼の姿は見当たらなかったわ。こっちにもいなかったぜ。おかしいな、オイラたちもだ。一体どこに行ったんだ。みんな、あ、アルベド、大丈夫か？問題ない。やっとみんな揃ったわね。みんな、俺思ったんだけど、俺がいたからこんな雪崩が発生したのかもしれない。カラスマークの表裏で運勢を判断するのってやっぱりダメだったみたいだな。道理でみんな俺と一緒に冒険したくないわけだ。みんな本当にごめん。そんなこと言わないで。私も別に運がいい方じゃないわ。これ式のアクシデントを君のせいにするつもりはない。そうだよ。それに雪山はもともととっても危険なところだし、雪山で雪崩に遭うのだっておかしなことじゃないよ。運が悪いのは関係ないって。
旅人？どうしたの？どうしたんだ？顔色が悪いぞ。あ、もしかしてお前も頭を打ったのか？ふぅ。みんな、災難に見舞われてしまったが、引き続き前に進もう。なんだか雪山が以前よりも危険に感じるわ。気のせいだといいんだけど。今は一刻も早く麓に行き、冒険者たちと合流することね。万が一また危険な目に遭っても、みんなと一緒なら対処できるわ。うん、みんな足元と頭上に気をつけながら慎重に前に進もう。方向も間違ってない。もうすぐ麓にたどり着けるはずだよ。勝利はすぐ目の前だ。やったな。拠点に着いたらあったかいスープを飲んで焼肉を食べるぞ。みんな無事にたどり着けますように。もう事故は勘弁してくれ。してるけど何かがおかしい？うん、お腹が空いたのか、それとも体が冷えたのか。はっ、こんなに長く雪山にいるなんてめったにないな。寒いけど本当にいい景色だよね。エウルアもそうだと思わない？エウルア？あら、ごめんなさい、聞いていなかったわ。何か言ったかしら？昔雪山へエウルアを探しに来た時はいつも決まった場所だったでしょ。でも実際ここは私の想像よりも広くて風景も美しい場所だった。気温がもう少し高くてもう少し安全だったらきっと多くの人がここに遊びに来てたと思うな。そうね、人々はいつも寒さを恐れ危険を回避するけど、表層がただの表面であることを知らない。氷の下に隠されているものは慎重に見極める必要があるの。アルベド、ここが山を降りる道なの？ああ、この辺りは道が複数あるみたいだな。あ、でもさっき頭をぶつけたからかまだフラフラしてて。こっちの道でいいのか？合ってるかどうか正直自信ないが。私もまだ頭がクラクラする。なんだか目が回ってる感じ。もしかしたらお腹が空いたからかも。どちらでも構わない。そっちと比べるとこっちの道は隠れた場所にあるが距離が短い。今日はみんな疲れている。近道をした方がいいだろう。ついてくるといい。待って。みんな、ベネットとアンバーの顔色が悪いから少し休憩してもいいかしら。具合が良くなってから出発しましょう。そう言われれば。え？私？さっき混乱した状況の中頭をぶつけていたわね。気づいてたんだ。でもこんな些細なことでみんなに迷惑をかけて大丈夫かな？大丈夫、体の方が大事だ。うん、ごめんね、ありがとう。
みんなありがとな。ふん。めまいがするときは水を飲むと少し楽になるんだ。それと横になるのも効果的だぜ。ありがとうベネット、こういうのに詳しいんだね。日常生活からの贈り物ってやつかな。ベネットもめまいがしていたんでしょ。二人とも強がっていないで休憩しなさい。出発はその後でいいわ。エウルアって冷たく見えるけど、友達のことを気にかけるときって誰よりも真剣だよね。エウルアのそんな表情を見ると私…おう、睨まないでよ。旅人、顔色が悪いけど何か考え事？長く戦い続けてきたものの直感ってやつかしら。私もなんだかおかしな感じがするわ。何かが変わったような気がする。でも確信はできないし確証もない。これらの推測を安易に口に出すわけにはいかないわ。君も同じようなことを考えているはず。旅人、私思ったんだけど、君は終わっていない。準備をするんだ。この魔物は非常に複雑な構成をしている。みんな自分の身を守って、攻撃は私に任せて。諦めなさい、降参しなさい。いや、難攻不落、天道万象。裁きの雷、ご助力を。無駄な努力をやめたら。さあ、はっ、見切りました。騒乱の憩い、取るに足らないわ。難攻不落、裁きの雷、その命いただいたわ。取るに足らないわ。剣女盤石、天道、
ここにある。見切りました。ご助力を。諦めなさい。さようなら。天道万象。何だったんだよ。人に変わったり植物に変わったり。みんな怪我はないかい？大丈夫。でも状況を説明してくれる？私何が何だか。この魔物、前に私が遭遇したものよね。ああ、君の考えたように、あれは極めて稀な変異トリックフラワーだ。でもトリックフラワーって人に化けられるのか？普通は不可能だ。しかしここはドラゴンスパイン、状況が少し特殊でね。おそらくこの土地に蓄積された魔竜の血が地脈を通って魔物に伝わり、急速な変異をもたらしたのだろう。そんなことあるのか？この雪山には魔竜ドゥリンの死体が眠っている。もし想像を超えた生命現象がこの大陸のどこかに現れるとしたら、それはおそらくここだろう。ドゥリンは人によって創造された奇跡の生命体、その存在は無数の可能性を証明した。だから僕たちがいるこの雪山も、その本質は生命の神秘の巣窟、広大で恐ろしい温床だよ。どうやらあの雪崩もこの偽物が起こしたものみたいね。ああ、君たちが下山途中で遭遇した数々のトラブルもこれの仕業かもしれない。おそらく僕と関わりのある人を標的にしたのだろう。あ、そんなこともあったね。忘れてたよ。可能性がないとは言い切れない。だけど目的は何？私たちを殺すため？うん、その点について僕に初歩的な推測がある。トリックフラワーは擬態を得意とする生物だ。普段野外で遭遇するトリックフラワーも常に擬態した本体の周辺に現れる。つまりそれらの本能には原型に近づき原型に変わるという意識があるのかもしれない。植物に偽装する場合、その植物に姿を変えることで群れに入り自身の正体を隠す。擬態された植物はそれに気づくこともなく抗うこともできない。しかし人間に偽装する場合は。お前にとって変わってオイラたちに加わろうとしたのか？ああ、雪崩を引き起こしたのは僕たちを片付けるためかもしれない。僕はその可能性を事前に予測し、雪崩を利用して身を隠した。そいつをおびき出すためにね。奴はずっと僕たちを観察していた。僕が消えたのを見計らい、すぐに僕に変わろうとしたのだろう。この時点で偽装は完了し、その後は獲物を狩ることに専念する。うん、確かにトリックフラワーの習性に合ってる。奴がジョエルに近づいて攻撃したのはまさか演習だったの？おそらくそうだろう。もしくは奴は人間に擬態するのが面白いことだと気づき、人になる感覚を体験したかったのかもしれない。幸いなことにすぐに気づけたわ。そういえばアルベド以外でいち早く異変に気づいていたのは旅人よね。旅人、君はどうやって僕と偽物の判断をしたんだい？俺も聞きたいぜ。俺はあれが偽物だって全然わからなかった。見た感じ全く一緒だったぞ。なるほど、やはり人間に擬態するのは非常に難しいようだ。この変異トリックフラワーは原型に限りなく近づいていたが、それでも細部を見逃していた。信じられない。雪山にこんな恐ろしい可能性が潜んでいたなんて。
何はともあれ、勝利したのは俺たちだ。どうやら俺の方法が効いたらしいな。先に悪い運を消耗すれば幸運がやってくる。それはもし山から落ちても怪我がなかったことを指しているのなら、それは僕が村で君を守ったからだ。え？ああ、俺はそれも一種の幸運だと思ってるぜ。そう思うのも悪くはない。では少し遅れてしまったが、引き続き前に進もう。おう、行こうぜ。みたい。多分山の上に行ったんだと思う。ここで待とう。アンバ、具合は良くなったの？うん、私は大丈夫。心配しないで。今回は本当にお前たちのおかげだ。お前たちがいなかったら、俺はまだ檻に閉じ込められていたかもしれない。みんなに感謝の気持ちとして何か送りたいんだが、まだいいものが思いつかなくて。ベネットの体質からして、これまでもいい人にはかなり会ってきたはずだろ。もうみんなからの善意には慣れてるもんかと思ったぜ。そう言うなって。人からもらった恩は何度経験しようとしっかり心の中に刻んでるんだ。みんなが面倒を見てくれるからといって、それを当たり前だと考えちゃいけないからな。その感謝の気持ちを他の人への助けにするのはどうだい？君もきっと助けが必要な人に出会ったことがあるだろう。彼らに手を差し伸べれば善意の伝達にもなる。おう、その通りだな。俺はずっとそれをやってきた。これからも続けていくつもりだぜ。そうだな、サイリュスさんが戻ってきたら俺も手伝うぜ。はあ、なんだか今日はいろいろなことがあったわね。そうだね、落ち着いたら急に疲れてきちゃった。私は少し休むわ。みんなしばらく失礼するわね。私も水を飲んで、あと果物を食べてくる。休憩が終わったら教官も務めないと。こいつらが下山できない呪いもこれで解けたな。なんだか一大事を成し遂げた感じがするぞ。オイラたちも休憩して話でもしようぜ。だったら僕と一緒に来てくれ。感づいていたのかい？では行こう。うえ、また拠点に行くのか？ここで話さないのか？わかったよ。お前たちに付き合うよ。うん、では今から出発だ。いいかい？君たちをまたここに呼び出してすまない。この話は人が少ない場所でしか話せないんだ。さっきの偽物に関する話か？ああ、旅人、君が僕とあの偽物の違いに気づいたことについて僕は正直驚いている。ああ、この印が全ての始まりだったのかもしれない。その一言を聞くと一気に物語を語る雰囲気になるよな。いい感じだ。うん、僕がこれから話す内容は確かに絵本の中の物語と同じかもしれない。このひし形の印について君たちは何だと思う？入れ墨か、それとも紋章？合ってるか？いや、これは僕の人間としての欠陥を意味するんだ。君たちはガラス製品を見たことがあるかい？ガラス関連の人工製造技術の中に
吹きガラスと呼ばれる技法がある。吹きガラス技法はテイワットでは流行していない。そのためこの技法によって製造されたガラス製品はどれも高価な値段で売られている。吹きガラス、その名の通り空気を注入する開口部が必要だ。風船を膨らませる時と同じようにね。それが原因でこういったガラス製品にはまれに仕上げ時に残った隙間が存在している。この隙間こそ人工製造の痕跡なんだ。なんだか不思議だな。とても奇妙で美しい工芸品だよ。アリスさんはこう言っていた。こうした手芸による痕跡は人工技法の大切な部分であると同時に完璧な芸術作品において唯一の欠陥でもある。この印もそれと似たようなものだ。人工生命と自然生命の違いは生命力の流れる方向の違いにある。自然生命の力は内側から外側へ流れる。花は縮こまった状態から咲き、葉は曲がった状態から広がる。だからこそ僕たちが花を見たとき、咲いたという単語を使うんだ。そして人工生命を創造することはある意味で外側から内側へ力を投入することなんだ。胚子は最終的に生命力の接続口を獲得する。ガラス製品の仕上げ時に残される点のようにね。錬金剤の雫を落とした瞬間に各方向へ広がり、巧妙にこの菱形を構築したのさ。そうやってできたものだったのか。このような想像によってもたらされた痕跡は僕の人間としての不完全さの証明でもある。あの偽物は自身が不完全なものになるのを避けるためわざとこの印を避けたのだろう。君は他のものとは根本的に異なる。君と秘密を共有してもそれほど心配する必要はない。パイモンの言う通り、これは全てがまるで物語のような話だ。他人に告げても設定の凝った小説としか思われないだろう。人間は超越と奇跡を渇望するだけでなく、平凡や普通への追求も我々の想像をはるかに超えているものだ。自らと全く異なる物事は物語の中にのみ存在する方がいい。そう考えることで気持ちも楽になるのだろう。言い換えれば、近頃起きたこれらの不思議な出来事はどれも秀逸な小説の題材となり得る。そういえば僕には普段小説を書いている友人がいる。彼に書かせればこの物語はより凝ったものになるかもしれない。物語を作るならオイラでもできるぞ。そうかい。パイモンにそのような才能があったなんて気づかなかったよ。ふふん、オイラはテイワット一のガイドなんだ。物語を作って話すのなんて朝飯前だぞ。それなら物語作りのコンテストでも開催しようか。素材はここ数日起きた出来事から撮るといい。いいぞ。でもオイラたちまだ冒険者協会の手伝いが。創作は急ぐべきことではない。ゆっくりと考えてインスピレーションが湧いた時にまた来るといい。その時は誰の考えた物語が一番面白いか勝負だ。おう、じゃあオイラたちは冒険者協会に戻るぞ。あ、物語、確かに事前に思いつくべきだった。竜の腹には師匠が作った失敗作があった。それが物語の原点。もし僕たちの立場が逆転し当時生き残ったのが君だったら、僕は放棄された実験品として原初の人間計画の失敗者として君に取って代わろうとするだろう。
自らの姿を君に変え、君の錬金術を学び、奇跡の生物を創造して注意をそらす。そして隙を見つけ、唯一秘密を見破れる旅人を排除しようとするだろう。そうすれば僕はこの世に生まれた喜びを取り戻せる。